はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからやっていきたいというふうに思うんですけども、いやー風邪ひいちゃいましてね、思いっきり喉が痛いですだいたい毎年この時期風邪ひくんですよね。まあちょっと今今年こういうシーズンなので、あんまごほごほねしながら外には行きにくいので、ちょっと治ってからね、外出しようかなとか思ってもいるんですけども、ちょっとですね、本日はそれでも動画撮りたかったなっていうのはですね、アイスハウンドの使い方、皆さんにちょっと、シェアしたいなというふうに思ったんで、このね、ひどい声を押して撮っております。聞きにくいと思うんだけども、ちょっとごめんなさいね。いつも以上に。ただ、内容としてはすごくね、面白い内容だと思います。で、アイスハウンドって、まあ、まずはこのジョーカーさんのアタック見てほしいなというふうに思うんですけども、ちょっともうこれリプレイ消えそうだったんで、今ギリギリ撮ってるんですが、まあ、皆さんもご存知な通り、ラバハウンドよりも、ね、体力があって、かつ、相手の防衛施設、に対して、その遅延効果を入れるっていう意味で、例えば対空砲なんかにつくと火力を下げてくれるんですね、対空砲の。で、長持ちすると。ただ、パピーがちょっと数が少ないので、ラバーハウンドみたいに大量のパピーで、ドッとね、相手の、ターゲットを外すとか、ないしは、防衛施設になったり、まあ、ヒーローを倒すとか、ああいう仕事はちょっと望みにくいと、まあ、いう特徴のあるユニットですね。で、これどういう風に使うのっていう風に思った時に、やっぱね、普通のラバーハウンドと使いどころが分かれるなと思うんですよね。で、具体的には、このシングルインフェルノ、これに多分めちゃくちゃ弱いんですね。まあ当然、これって、ラバーハウンドだったり、高体力ユニットにとっての天敵なんですけども、アイスハウンドにとっても、まあもちろん、そうだろうなという風に思っていて、で、今回のアイスハウンドをうまく使うにはおそらく、この投石機と対空砲が、並んでいるような場合、まあ並ばなくてもいいんですけど、要は投石機のターゲットを対空砲についたラバハウンドが取れる場合、かつ、シングルインフィルノ弾がそこにない場合ですね。多分こういうケースってめちゃくちゃアイスハウンド活躍するんじゃないのっていうのが、思います。で、今回のジョーカーさんのアタック、本当は多分投石機と、対空砲、アチャクイの食い火で折るはずだったと思うんですけども、ちょっと逸れちゃいましたね。でもここからのリカバリーはさすがなんですけども、まあ、それよりも見てほしいのはやっぱりこのラバハウンドパートですね。アイスハウンドの、ね、やっぱり、ね、威力が、これ本来こういう風にルート崩されると結構前回まで伸びるのを苦労するんですけど、それができちゃうのが結構ね、このアイスハウンドの効果なのかなっていう風にこのリプ見ててすごく思いました。で、本日はこれプラス、もうですね、タウンホール12の、リプレイも2本見てもらいたいというふうに思っています。まあ、全部アイスハウンドですね、を使ったリプレイで、まあ、そこで見えてくるこの、まあ、特徴的な部分っていうのを、今日は共有できればというのがメインですね。アイスハウンド、早速打っていきます。おそらくこれ最初ラバハウンドにしたかったのかな。ラバで、こういうね、黒風船とかの対応を取ってからアイスハウンドの方が多分効果があると思うんですけど、多分順番は間違えちゃったのかもしれないですね。ただこんな感じ。アイスハウンドを黒風船振って、吸って、体力減ってるにもかかわらず、全然、この対空砲と、投石のターゲットを取り続けるんですよね。で、その後のこの遅延効果もでかくて、ほら、これ、投石機にこう遅延を入れてるんですね。で、まあ、当分も勝ってるんで、まあまあいいっちゃいいんですけど、これ、当分がなかった場合、多分バルーンが速攻で落とされちゃうところをこう遅延入れることによって、だいぶ持たせてるっていう感じですね。で、アーチャー、相手のババリアンキングのこの動き見れば分かるけど、めっちゃスローになるじゃないですか、この遅延効果って。これ効くんですよね。ただ一方で、この赤いパピーの数見てほしいんですけど、こいつみたいに大量にバッて白パピー弾けないので、まあ、そういう意味で、相手の防衛に対する火力とか、あとは回収を考えると、アイスハウンドよりもラバハウンドなのかなっていうところが、ちょっと思いますね。まあ、なんで、アイスハウンドガン積みにする場合、ちょっと、時間切れとか、あとは、ね、パピーでヒーロー処理とかいう、ワンチャンできるようなケースっていうのが、潰されちゃう。という点で少し不利なところはあるかと思うんですけども、まあ、プラス10枠分を使ってアイスハウンドを使うメリット、使うメリットっていうのもやっぱり一番は、こういうシングルインフェルノがないところで、対空砲の対応を取り続けながら、そこに集まる投石の竹も取り続けるということができるっていうところですね。やっぱこれ、使いどころをしっかり分けるといいのかなって思います。だから、闇雲にアイスハウンドがね、やっぱり新しいスーパーユニットで強いからっていうと、おそらくそういうものでもないのかなっていう気が、ちょっとするところはありますよね。ミコトさんともこの前対戦させてもらって、やっぱ強かったっすね、ミコトさん。J1 で張ってた、すごいクランさんですよね。で、ちょっとね、そこのリプレイじゃなくて、こっちになるんですけども、これですね。
ミリトさんが取ってくれたアタック、これ見ていきたいと思います。で、これでもねアイスハウンドを使ってるんですね。クイヒーアイスハウンド、まあどんな風になるのかっての見てもらいたいんですけども、今回インフェルノが全部マルチになってるんですね。でそこに対してやっぱりクイヒーってやりやすいので、また対象のクロスボウがあるから、まあ、簡単ではないんですけども、やりやすいので、クイヒー、なんだ、ラバルって言っちゃっていいのかな、ラバじゃないんだけどね、クイヒーアイバルなんか間抜けな感じに聞こえますね、クイヒーアイバル、ラバルって言いたいよね。でいや本当の調子悪いわ。で、この後のやっぱりアイスハウンドの活躍を見てほしいなと思います。シングルインフェルノがないとひたすら対空砲とかも対応を取り続けるので、そこがやっぱでかいんですよね。でこれインビジの呪文を使ってしっかりここ無効化して中に食い火を入れていくことによってシングルインフェルノを折っていくんですね。こういうテクニックがやっぱりもう上手い人はマジで上手いなって感じ。これ僕できないですね。ちょっとまだ練習不足っていうのもあるし、怖くてできない。で、ポイズンプラスのフリーズでしっかりと、相手の、スーパーガーゴイル凍らせて、で、その間にポイズンで焼いていくというパターンですね。スーパーガーゴイルってやっぱ怖いんですけど、入ってることが分かってたりとか、来るなっていう読みが できさえすれば、ポイズンプラスのフリーズで凍らせたまんま、もう無効状態で処理できちゃうので、そういう、なんていうのかな、ことができる方にとっては別にラバハウンドよりもむしろ怖くない防衛軍になってきたりします。で、ボマーで、きっちりと中心部をえぐりながらアイスハウンド登場ですね。アイスハウンドのちょっと仕事を見てほしいんですけども、これ対空砲凍らしてるんで実質対空砲1本からしかダメージ受けてないですね。なんで2本目の対空砲にもきっちりついて、でここに対してしっかりと対応を取っていくと、でもう3本目まで向かおうっていう勢いですよね。でここで弾けた瞬間にフリーズ効果が出るので、さっきの透析機もそうなんですけど、透析機が近くになった場合弾けたアイスハウンドのフリーズ効果で凍らせるんですよね。あ、それさっき言い忘れちゃった。そうそう、なので、フリーズ効果が効いているので、まあ、そもそも、透析機が機能しなくなるし、かつ、出てきたパピーが投石機に対してこう支援効果を与えてくるので、投石機がフリーズ解けた後でも、バールに対してアタックしにくくなるというところですね。まあ、こういう効果がめちゃくちゃ大きいので、アイスハウンドっていうのは、シングルインフェルノがやっぱないところに使うのがベタなのかなというふうに思うところです。まあ、当然使ってもシングルインフェルノとか対空砲をフリーズで止めてくれる人はくれるんですけど、むしろ止めてほしいのはマルチインフェルノの方ですよね。だったり投石機とかその範囲攻撃の方を、まあ、ラバル的には止めてほしいので、そういう施設があるところに打っていくっていうのが、ね、やっぱりいいのかなというふうに思うところですね。もう一本見ていきましょう。タウンホール12のこれミートさんのタックですね。これもマルチインフェルノ3本、こういう村をしっかりと、潰していけるっていうのが、まあいい人のプレイだなって感じですね。正直自分ラバルやるのにマルチ3本はなかなか見ないなって気がするんですけど、天才ラバル相変わらず天才も強いんですよね。こんな感じでしっかり打ち分けて、クエイクの呪文を使ってインフェルノイーグルを追っていきます。で中央がこうえぐれることによって、この中央のえぐれた部分に対して、ヒーローでさらにその外周部分を削っていくという感じですね。でそこからのラバル回しという形になっていきますが、突撃艦を当てていってで、これもすごいな、発想が本当に、デイジー、はい、ライドラーですね。これで相手のアジャクを処理していきます。すーげえ。こんだけえぐる初手でみたいな感じよね。だからライトニングプラス、なんだ、赤に式と違ってクローンは使わないけども、ライトニングドラゴンで、対空砲とかシングルを、序盤、天才パートで追っているからこそライドラーがこう長生きするっていう感じですね。で、さらにこの対空砲のターゲットを、アイスハウンドで取りながら、そこに関してはキングがアプローチしてこれを追っていくという感じですね。アイスハウンド2体目登場、マルチインフェルノのターゲットがあるんですけども、ここにはしっかりとフリーズも準備しているので、これを使っていきますね。グランドボールエターナルトーム、まだ全然残したままです。多分これを対空砲ではないな、タウンホールに使っていくのだと思いますけども、アイスハウンドが3機目が出てきて、これ、ね。ギガインフェルノの、ギガテスラのダメージ食らっちゃってるんで結構体力減ってますけども、対空砲からは、まあ、ほぼほぼダメージ受けてない状態なんで、やっと1体破裂しましたね。で、グランドボーデンがついていって、
はい、これタウンホールに当たるところでしっかりとトームを当てて一滴がテスラのダメージを無効化、そのまま破壊ダメージも当然クリアして最終核に向かっていくと。アイスハウンドの残り方がやばいですね。まあ、これは、どちらかというともう序盤のヒーロープラス天才、突撃艦パートでアドボガで稼ぎたんでラバル回しの綺麗さっていうよりもそっちの方が目立ったかもしれないですけど、まあまあ両方とも綺麗ですね。ラバル回しの綺麗さってごめんなさい、アイスハウンドの活躍か、っていうところよりもヒーローパートの凄さがもう際立っちゃってなんだこのヒーローパート、もうラバル入る前に決まってんじゃんかよみたいな感じになっちゃってると思うんですけどもね。非常にうまいプレーでしたけども、とにかく言えるのは、これ、相手の、シングルインフェルノにやっぱり捕まらせたくないってことですね。アイスハウンドを持たないんで、それよりもむしろ、マルチの施設だったりとか、対空砲とかマルチインフェルノですね、こういうのを止めるために、アイスハウンドを使っていくっていう方がまあよくて、で、アイスハウンドの特徴、体力が高いってこともそうなんですけども、防衛に遅延効果を与えるので対空砲とかのダメージをかなり減らしてくれる。で、かつ弾いた瞬間のフリーズ効果、さらには出てくるパピーたちの、一体一体が遅延効果を持ってますんで、それがさらにその周辺施設に入っていって、バルーンたちを守ってくれるという点で、もう本当に守り特化のラバハウンドっていう感じですね。で、攻め特化のラバハウンドっていう意味で言うと、やっぱり通常の30枠のラバハウンドの方、あっちにすれば別にまあシングルインフェルノに当てていっても、まあ、別にそのまま破裂してくれてパピーになってくれて、大量のパピーがまたバルーン守ろうっていうまあ瞬間が生まれますので、それでもいいと思うし、まあ、30枠分のコストを使った方がシングルインフェルノに当てるにはいいかなっていうところですね。なので、対空砲の施設、対空砲の周りに何があるかによってこう使い分けるのが、まあ、やっぱいいのかなと。で、なるべくアイスハウンドには、黒風船とかのダメージが入んないように、ホーミングとかのダメージが。序盤はラバーハウンドから回せるんだったら回した方がいいかなというふうに、まあ、個人的には思うところですね。はい、というところで、本日はですね、アイスハウンドの使い方に関して、まあ、これまでクラメンのですね、アタックを見て、いるところから、思うところをお話しさせていただきました。まあ、ミュートさん、クラメンっていうか、ティーコンさんのメンバーなんですけども、ちょっと今回ね、ウェルプレートさんとフレセンするのにあたって、ちょっと、一人順位が足んなくて、急遽来てもらいました。まあ、配信クランのね、自分が配信させてもらってるクランの方なので、まあ一応、仲間ということで、はい、来てもらいました。いや、すげえうまかったですね。で、というところで、はい、アイサウンドの話でした。まあこんな感じでですね、空回しする人には、やっぱアイスハウンドって一つの選択肢として、すごく有用なユニットだと思いますので、参考になれば非常に幸いかなというふうに思います。で、もしまあ参考になっているということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール13、12、11と、幅広くタウンホール帯扱って、動画を上げていきますので、これからもぜひぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで、本日の動画これで終わりにしたいと思います。だいぶ声が微妙で、なおさら聞きにくい、放送だったかもしれませんが、最後まで、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。